トベ革命、滝沢秀明の大胆な戦略がテレビの未来をどう形作っているのか、平野史洋や岸優太などのスターに影響を与える。滝沢秀明の新戦略、トベがテレビ業界に革命を起こす。この波に乗り、平野史洋の新たな活動は社会に大きな影響を与えている。岸優太と神宮寺優太がジャニーズスマイルアップの前事務所からトベエージェンシーに移籍し、設立したナンバー、アイナ。 2024年1月1日に初のデジタルシングル、ゴートをリリースし、大ヒットとなった。彼の才能は新たな高みに達しました。単なるアイドルグループのメンバーを超え、トップエンターテイナーとなった平野潮。彼の多彩な才能は音楽、演技、エンターテインメントの世界で際立っており、飛べ、の伝統を継承しながらも、常に新しい挑戦を模索しています。彼の野心的な姿勢は、 彼がただ安全な場所を探しているだけではなく、常に改善し、新しい扉を開こうとしているということを示しています。彼の新しいグループナンバー、愛の結成はファンにとって嬉しい驚きでした。彼らの結束は共通の才能と友情を強固にし、最初のデジタルヒット曲、ゴートは新たな始まりの成功を象徴しました。平野仕様の今後の活躍に大きな期待が寄せられており、 その才能と情熱が今後も世界中のファンを魅了し続けることは間違いない。平野仕様のとべ戦略は単なるエンターテインメントの枠を超え、社会に新たな風を吹き込んでいる。彼の将来の意欲と才能がさらなる成功への道を切り開くことは間違いありません。ファンは彼の成功をますます楽しみにしており、彼の新たな挑戦が彼の素晴らしい未来をどのように切り開くかに興奮し、期待しています。 芸能界では、平野紫洋の魅力的な演技とカリスマ性により、アイドルとしてだけでなく、広告やファッションの分野でも上品な顔であることが証明されています。彼のキャリアはますます多様化し、影響力は増大しました。今年に入ってから立て続けに新プロジェクトを発表し、活動の幅を急速に広げている翔くん。古巣のジャニーズ事務所を退所しても、数年間は大きな仕事がないのが当たり前だった。 しかし、ジャニーズ性的暴行問題の規模を考えても、翔くんの成功は異例の事態と言えるだろう。彼の成功は単なる偶然や幸運ではなく、才能と努力の結果です。芸術的な才能と魅力が侵害者で新たな可能性を切り開きました。翔くんのキャリアはアイドルの枠を超え、エンターテインメント業界全体に大きな影響を与える可能性を秘めています。彼の功績は多くの人々に希望と勇気を与え、 新たな夢を追い求める動機を与えました。その活躍は本人のみならずファンや関係者にも共有されており、彼の輝かしい未来への期待は日に日に高まっている。最近では翔くんが SUI の CM キャラクターに起用され、ネット上で SUI 購入者が急増中。これはまさに、空売りという現象であり、商品の売れ行きに大きな影響を与えていることがわかります。 彼の魅力が製品のブランド価値を高めるだけでなく、消費者の関心と売り上げも増加すると期待される。特にサントリーは平野氏が広告宣伝を任されたタイミングで種類の拡充を発表した。SUI は当社の主力商品の一つであり、翔君に大きな期待を寄せています。この広告キャンペーンは広告業界とアルコール市場に大きな影響を与えるだろう。 翔くんはこれまで YouTube や体育トークなどオンラインプラットフォームを中心に活動してきたが、最近の CM 出演を皮切りにテレビ出演が即解禁されると報じられている。この遺跡は平野ファンにとって待望のニュースであり、より多くの人が平野のプレイを見ることができるようになる。テレビ番組への出演はファンにとって貴重な機会であり、彼のカリスマ性を広く伝える機会でもある。 翔くんの所属事務所の新たな戦略を策定し、テレビ進出を加速させることで、翔くんの活動をさらに高く足し、ファンとの距離を近づけることが期待される。テレビでの彼の活躍は彼のファン層を拡大し、より多くの注目を集めるでしょう。最後に平野紫耀がドラマ主演交渉中というニュースも、もし彼の主演映画が実現すれば、その舞台裏でどんな挑戦と興奮が待っているのか、ファンは楽しみにしているだろう。 彼のキャリアはますます多様化しており、新たなチャンスが開かれています。